次回5月19日のもぎたては松山花園町です。はい、花園町で昼食をということで花園町でたくさんランチのお店を見つけてきました。花園町はですね、たくさんお店があるのでまた選ぶのも楽しいんですよね。お店を、あの歩道や自転車道も整備されてるからね、うん、そうなんです。緑もいっぱいで綺麗なんですよ。うん、私気になったのが、あの昭和のカツ丼っていうのを見つけまして、うん、なんだろう、昭和の昭、どういうことか、ね、あの、まあ、見てのお楽しみなんですけど、ね、私平成生まれなので、はい、ちょっとね、うん、皆さん見たら懐かしいと思うかもしれない。だって平成の活動と昭和の、でも気になるでしょ。またですね、花園町の通りを一望できる、あの洋食店、ハンバーグがあったりですとかも美味しいお店たくさんでした、はい、そしてこの19日のもぎたてはですね、拡大スペシャルなんですね。30分、メディア祭りがあります、はい、公開になりますので、そうなんです、杉作先生、はい、よろしくお願いします。皆さんいらっしゃったら我々を見ることができる。そうです、ぜひ来てください。おしゃれな飲食店などもありますよ。来てくださいね。寂しいからこれは。